はい、今回はですね、テクノロジーに振り回されるなっていうタイトルだったんですけども、いや逆にね、私こう思うんですよ、花山さんね。AI っていうのがこれからどん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 進化していって、多分 AI の方がね、正しい結論を導き出せると思うんですよね。人間っていうのは感情があったり、その日の体調やバイオリズムによって、いつもだったらこうするのに今日はこんなことをしてしまったっていうイレギュラーが起きるんですよね。まあ、それが人間の成功率とか目標達成率とかね、モチベーションってものを決めてると思うんですけども、この人間にはモチベーションってあるのが厄介ですよね。だって絶対やるぞと思っても、ちょっとしたことでその決断は揺らぐわけですよ。私なんていうのはね、本当に筋トレしてダイエットしようと思っても甘いものが大好きなんで、昨日もコーラを買っちゃうんですよね。そういうふうに誘惑ってのがもうあらゆるところに張り巡らされていて、そこには消費者に消費をさせようというね、消費をさせようという意思がたくさん働いてるんですよ。人間には生地意思があるんで、その意思をくるっとね、歪められちゃうことってのはありますし、セールステクニックっていうのはまさにその通り、人の意思を変えてそこにお金を出させるっていうふうなね、デザイアを呼び立てさせるものなんですよ、欲望をね。っていうことを考えると、 AI の方が人間より優れた結論を最短で導き出せるんではないかなと思っちゃうんですよ。これからはね、 IT スキルに変わって AI スキルって言いまして、 AI が決めた結論と行動を素直に行動できる人がね、結果を享受できるってことにもなるのかなと思っちゃうんですよ。でも私が思うのは、やっぱりそうは言ってもね、人間っぽい失敗とか人間らしいミスとかね、そういったものにその人の、まあ、味が出るのかなと思うんですよ。まあ、例えばね、私はね、このトークのスピードとかっていうのはちょっと人よりも早めだったりするんですよ。で、きっとですね、私はあまりにもね、早く話すがゆえにですね、たまに言葉に詰まったりとか、まあ、いわゆるね、言い間違いとかをするんですよ。言い間違いっていうのは、単語が言葉の発信よりも遅くなっちゃって、要するに言葉がこんがらがるってやつですよね。でもそれが多分ね、私の味になってるのかなと思うんですよ。まあ、ですんで、スラ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 とアナウンサーのように話す人に無機質さを感じるのか、それともね、なんか自分と身近な間違いをするなってところに親近感を覚えるのか、これは AI の計算ではなかなか出せないような味なんじゃないかなと思うんですよ。で、これからいろんな仕事が減っていくと思いますけども、代わりにいろんな仕事が増えていきます。その中で必ずなくならないものって、人っていうのはね、誰かと話したいとかね、誰かに聞いてもらいたいっていう、こういうニーズって多分永遠になくならないんですよね。きっと AI が進化しても、機械に向かって話すってことには限界があると思うんですよ。もちろん小さいね、男の子や女の子が人形に向かって話すっていう、そういうのはありますけども、だんだん人間ってのは常識とか非常識っていう布をまとっていくと、じゃあ30とか40になってね、人形に向かって話せますかっていうと、一部のそのドールファン以外はなかなか話せないと思うんですよ。そこに気恥ずかしさとか、自分は人間じゃないものに語りかけてるっていうふうな常識がそこに関わってくるからなんですよね。でも実際人間ってどうですかね。なんか自分と対話してみたりとか、自分の大切な車と会話してみたりとかね、自分のペットと話してみたりとかで、まあ、帰ってくるはずもない返信に対して自分で想像するっていうのはね、一人対話ってすると思うんですよ。あとはお亡くなりになった方とか、遠方にいる方となんかこうね、会話した気になるみたいなね、こんな楽しみ方もあると思うんですよね。でもやっぱり私は実際に会ってみたいとか話してみたいっていう欲望はなくならないんじゃないかなと思いますし、人間としてそういう魅力を誰も発信しなくなると、多分人類はそこで終わっちゃうのかなと思うんですよ。やっぱりね、この前花屋龍馬さん来てくださいましたし、北海道にも行ったと思うんですけどね、会ってみたいという欲望が両者にあるからこそそれは成り立つと思うんですよ。さあ、どうですかね、 AI に対してそこまで会いたいと思いますかね。スマートフォンに話しかけると Siri が答えを出してくれます。じゃあ Siri の本体に会ってみたいって思う人ってそんなにいますかね。多分いないと思いますし、 Siri が返信をしてくれるって分かっていても、その機能を未だに使ってない人はいると思うんですよ。まあ、そういった形で AI にも限度があるかな、限界があるかなと思いますし、それはきっとね、人間が絶滅しないように、人間は自分の創造物にある程度の愛着は感じるけども、やっぱり自分が想像してないもの、偶然に生まれたものに興味を持つようにプログラミングされているような気もするんですよね。まあ、ということでね、インテリジェンスデザインっていう話をちょっとしましたけども、まあ、花屋龍馬さんね、じゃあね、これからなくなっていく仕事、生まれていく仕事、これにはどんなものがあるのか、ちょっと想像したことあるかなってことを聞いてみたいですね。それではいかがでしょうか。いってらっしゃい。